俺はパニー、30歳。普段、飲食店の料理人として働いている。俺は自分の料理で、人を笑顔にするのが好きなんだ。俺が小学生の頃のとある日、幼馴染のアヤの家に、妹のパニコと一緒に行った時のこと。パニコとアヤと遊んでいる時、台所からいい匂いがしてきた。俺が、その匂いに釣られて台所へ行くと、アヤのお父さんが大きなフライパンで、何かを作っていた。アヤのお父さんのフライパンさばきが俺にはすごくかっこよく見えて、おじちゃんかっけー、ねえおじちゃん、俺に料理手伝わせてよ。俺がそう言うと、アヤのお父さんは俺にサラダを作るように言ってきた。そして俺が作ったサラダをパニコは、え、これパニーが作ったの、綺麗にできてるじゃんと褒めてくれたし、アヤもすごく美味しい、パニー料理上手だねと喜んでくれたんだ。当時幼かった俺は、自分がとんでもなくすごい絶品料理を作れたんだと思えて嬉しかったんだ。以来俺は料理が好きになった。実家を出て一人暮らしし、恋人のナズナにもよく料理を振る舞った。しかしナズナの誕生日だったあの日は、珍しく高級レストランで外食をすることになった。最高の夜になるはずだったんだが、それが悲劇の始まりだったんだ。俺とナズナがレストランに入ると、いつやっと書かれたネームプレートをつけた男性店員が、いらっしゃいませと声をかけてきた。予約していたパニーです。お待ちしておりました。どうぞこちらへ。はい。ナズナ、いつやに促されて歩き出そうとした俺の横、ナズナが棒立ちになっていつやを見ていた。次の瞬間、かっこいい。は？彼氏の隣で別の男にかっこいいって。おい、ナズナ、ナズナってば。おい。俺がそう声をかけると、ナズナはは？とようやく我に返り歩き出した。しかしそれからも食事しながらいつやを見てるし、俺は最悪の気分だったよ。そしていつやが誰かに店長と呼ばれていたのを聞いて、奴ができる男だと知った俺は、ますます気分が悪くなった。その日から1ヶ月ほど経った頃、ナズナの仕事が忙しくなったらしく、俺と会う頻度が極端に減った。なかなか会えないので、ある夜俺から電話をかけてみたのだが、はい、もしもし、何？ナズナの声は低く、そっけなかった。今思えば俺の電話がただただ鬱陶しかっただけだろうが、この時の俺は、ナズナは疲れていて元気がないのだと思っていた。大丈夫？忙しいみたいだけど、体は無理しすぎないようにね。は？大丈夫だってば。また私から連絡するから。じゃあね。そこで電話が切れた。うわ、忙しい時に電話しちゃったかな。なんか申し訳なかったな。同棲していたらもっと一緒の時間を過ごせるし、もっとナズナのためにいろいろやってあげられるんだが、実は俺は少し前からナズナにプロポーズしようと考えていた。オーダーメイドの指輪の準備も始めていたんだ。ナズナの力になりたい、そばにいてあげたい。本当はもう少し後にしようと考えていたが、俺はナズナと電話で話した翌週、指輪が完成する日の翌日にナズナにプロポーズしようと決めた。プロポーズする場所は、ナズナの誕生日に行った例のレストランにしようと決めた。いつやのことが頭をよぎったのだが、訳あってどうしてもあのレストランでプロポーズしたかったんだ。ということで、俺は再度ナズナに電話して、あのレストランに行こうと言った。すると、ナズナも俺に話したいことがあるという。何の話か聞いたのだが、俺に会って直接言いたいのだと。ひとまず俺はレストランの個室を予約した。そしてその当日、いらっしゃいませってああ、レストランに入るとすぐいつやが声をかけてきた。あーってなんだよ、なんかこの人俺を見てにやけてないか。がそれよりもプロポーズのことで頭がいっぱいだった俺、いつやに案内された個室のテーブルに着くと、昨晩何度も練習したプロポーズのセリフを小声で繰り返し言っていた。ナズナ喜んでくれるだろうか。が、その時だ。
いつの間にか、いつやが俺の後ろに立っていた。いつの間に個室に入ってきたんだ。なるほど。今日はプロポーズするつもりだったんですね。でも、プロポーズは成功しませんよ。え？何言ってんだよ、こいつ。失礼にも程があるだろう。こいつに俺とナズナの何がわかるってんだ。その時だった。お待たせー。ナズナがニコニコしながらやってきた。ナズナ、で、え？俺は訳がわからなくなってしまったよ。だって、ナズナがイツヤの腕に自分の腕を絡めたんだから。私が話したかったことなんだけど、私、彼と付き合うことにしたから。はい？ナズナは弾んだ声でいろいろと説明してきた。最近仕事が忙しかったというのは嘘。イツヤと頻繁に会っていたから、俺と会う時間を作れなかったんだと。初めてナズナとこのレストランに行ったあの日、ナズナは帰宅後、ピアスをどこかで落としたことに気づいたようだ。ナズナはレストランに連絡。閉店後だったが、イツヤが電話に出て、店の床にピアスが落ちていたとナズナに言ったらしい。ナズナが急いでレストランに行くと、イツヤは店に一人だったそうだ。私がイツヤからピアスを渡された時に、手と手が触れ合って、私ドキドキして、思わずその手を慌てて引っ込めちゃったの。だけどイツヤってば次の瞬間、私の手をさっと取って、そのままギュッと握ってきて。もういい、やめてくれ。俺はそう声を上げた。私は現実的なことも考えて、この決断を下したのよ。パニーはしがない料理人、イツヤは高級レストランの店長。しかも彼のお父さんね、ここのオーナーなのよ。パニーよりもイツヤを選んじゃうのは当然。だから、パニーが悪いんだよ。マズナはちゃんと自分の将来を考えて行動できる賢い女性だもんな。俺はしばらく口を閉ざしていた。イツヤがナズナに嘘をついているろくでもない男だと察して、ナズナにそのことを話すべきかどうかを考えていたからだ。このレストランのオーナーに息子なんていない。だってオーナーと俺は知り合いなんだ。プロポーズの場所にここを選んだ理由の一つがそれである。ちなみにナズナには最初に二人でここに来た時にオーナーと俺が知り合いだと話したのだが、ナズナはずっとイツヤに見とれていたから俺の話を聞いていなかったんだな。さて、冷静になって改めて考えてみたが、浮気するような女にプロポーズする気は当然もうない。結果、俺はイツヤが嘘をついてることをナズナに言わなかった。俺なりの復讐のつもりでな。ナズナに裏切られたことは俺にとってかなりショックだった。渡すはずだった指輪を質屋に持って行ったお金で爆買いして、うさばらししようと思ったのだが、一ヶ月はろくに眠れない日が続いたよ。しかし、俺が恋人を略奪されたことを知ったパニコとアヤが、俺を慰めに来てくれたんだ。パニー、また痩せた？ちゃんと食べてる？いや、職場で作った料理を味見とかする以外、食べ物が喉を通らなくて。ダメよ、そんな。ほら、スーパーで食材買ってきたよ。今日は私とパニコで美味しいチャーハン作ってあげる。いや、いいよ、もう。パニーはいつも私たちに美味しいご飯を作ってくれるけど、今日は逆ね。これでも私たちだって結構料理上手なんだからね。プロのパニーには負けちゃうけどね。二人が俺を励ましてくれて、そのうち俺もようやく元気を取り戻したんだが、体重はなかなか戻らずげっそりしたままだった。そんな頃だった。俺が仕事を終えた夜、高架下のトンネルをふらふら歩いていると、げっ、あれ、ナズナとイツヤじゃないか。なんと前からナズナとイツヤが歩いてきたんだ。二人とも俺に気づいたようで。え？パニー？ナズナは俺を見て驚いた表情を浮かべて声を上げたが、すぐ顔をそらした。まあ、別れた男と仲良く立ち話するなんてさすがにしないよな。俺が思った次の瞬間だ。あいつげっそりしてボロボロじゃん。やっぱ振って正解だったわ。なだね、ダンボールハウスに住んでるここらの人かと思ったよ。そう言ってトンネル内に笑い声を響かせるナズナとイツヤ。あいつら、
この手であいつらに復讐して、あいつらの人生めちゃくちゃにしてやりたいって思うには思ったんだけどさ、別にその必要はないんだった。だって俺が何かしなくても、すでにあいつらはどん底に落ちる運命にあると俺は知っていたんだからな。1年後、夜遅く俺が道を歩いていると、前方からボロボロの身なりをした痩せ細った女性が歩いてきた。パニー？え？どなたでしょう？私を出すなよ。は？俺は考え込んだ。そして誰？私よ、パニー、あなたと付き合ってた。ああ、そういえばそんなのいたな。俺と付き合ってたのに他の男に目移りしたあのシリガルナナズナ。そうよ。以前の面影が一切感じられないくらいみすぼらしい姿をしていたため気づかなかった。恋人だった私に気づかないなんてひどいじゃないのよ。俺たちも何の関わりもない他人ですよね。声をかけないでください。では失礼します。ちょっと待って、私あの後ひどい目にあって。は？実はいつやがあの人結婚していたの。しかも私以外にも愛人が何人もいたみたいで。ふーん。で？それでね、パニーと別れてから1ヶ月だったくらいのことだったわ。奥さんが私の職場に怒鳴り込みに来たの。探偵を雇って私と伊勢谷の不倫の証拠をゲットしたって。私は伊勢谷が結婚してることを知らなかったから慰謝料は払わずに済んだんだけど、職場で私が不倫したってすごい噂になって、私会社に居づらくなって辞めるしかなくなっちゃったのよ。しかも実家にも私が不倫してたって証拠の写真と手紙を伊勢谷の奥さんが送りつけて、何を言っても家族は私の話を信じてくれなくて。ふむふむ、なるほど。ようやく見つけた新しい職場で働いてたんだけど、そこがとんでもないブラック企業でも、他に雇ってくれるところがあるかどうか心配で辞められないし、私もうどうしたらいいか。で、いつやの方は奥さんと離婚してさらにレストランをクビになったんだろう。奥さんがここのレストランの店長は不倫してるヤバいやつですよって SNS に投稿しちゃったから、いつや元奥さんに多額の慰謝料を支払うために寝ずに働いて、ついには過労でぶっ倒れた。え？なんでして？全部あのレストランのオーナーから聞いたんだ。は？オーナーって？俺は最初からあの男がオーナーの息子じゃないって知っていたんだよ。あの時ナズナはちゃんと聞いていなかったみたいだけど、俺お前に言ったんだぞ。あのレストランのオーナー、俺の幼馴染のアヤの父親だって。アヤに兄弟はいない。そう、あのレストランのオーナー、実はアヤの父親なんだ。ちなみに SNS にいつやのことが投稿され、売り上げが落ちるかもしれないと心配していたんだけど、若干影響があったくらいで、そこまででもなかったらしい。 SNS はあまり使っていないご年配の常連客が多かったからな。嘘、なんであの時教えてくれなかったの。私いつやが嘘ついてるって知ってたら、パニーと付き合い続けていたかもしれないのに。教えるわけないだろ。俺はお前にどん底に落ちてほしくてたまらなかったんだからな。は？あの男に恋人を略奪されたことをアヤの父親に言った後、アヤの父親が他の店員にいつやがどういう男なのか聞いてみたそうだ。すると、人の恋人を略奪するのが大好きでずる賢い男だと言われたって。人の恋人を略奪して優越感に浸るためなら嘘でも何でもつくやつだとも。その話を聞いて俺は安心したよ。お前はいずれ確実に不幸になるってな。タニー、あんた責任取って私と結婚しろ。はあ？これから一生私を養っていけって言ってんだよ。あんたのせいで私はこんな目にあったんだし。てか私、今まで私のことを一番大事に思ってくれたのはパニーだったってこの1年でようやく気づいて。その時だった。はあ、よかった。いたいた、パニー。向こうからアヤが手を振ってやってきたんだ。実はさっきまで俺はアヤの家にいたんだが。これネックレス、うちに忘れてたよ。あれ、本当だ、ありがとう。パニー、その人は一体？ああ、紹介するよ。こちら、例の幼馴染のアヤ、俺の恋人だ。
と言って、ナズナはその場に崩れ落ちた。そう、実は俺とアヤ、現在付き合っている。昔は妹のように思っていたのだが、パニコと一緒に、あの時俺を懸命に励ましてくれたアヤに、俺は次第に惹かれていった。正直、もう恋愛なんてコリゴリだと思っていたけど、アヤとなら絶対幸せになれると信じられたんだ。パニー、この方はどなた？あ、俺は泣きそうな顔で地べたに座っているナズナをチラ見すると、さあ、知らない。あや、もう夜遅いし家まで送るよ。え？いいよ、すぐそこだし。俺があやと少しでも長く一緒にいたいの。もうパニーったら。じゃあさ、パニーが私を家に送ってくれた後、今度は私がパニーをまた家まで送るよ。だってずっと一緒にいたいもん。おいおい、それじゃあ俺はまた俺の家からアヤの家まで、アヤを送るよ。うちとパニーの家何往復するのよ。じゃあさ、うちに着くちょっと前にある公園で二人でブランコ乗ってから帰ろう。いいね。その後、アヤの家から俺の家に帰る途中にもう一回寄って、今度は滑り台一緒に滑ろうよ。俺小学生以来だ。うん、私も小学生の時にパニコと一緒に滑ったっきり。そしたらその後、自販機で一本だけあったかいコンポタージュ買って半分こして飲もうか。おいしいぞ、きっと。シェアするとうまいよな。だよね。あのね、いい加減にしなさいよ。私放置じゃないの。あ、そういえば、ああ、まだいたんだ。ごめんなさいね。幸せすぎて、あなたのこと見えてなかったわ。だな。まあそういうことだから。じゃあな。行こう、アヤ。うん。そうして、俺とアヤは腕を組み、アヤの家まで歩いていった。そんな俺たちの背後で、ナズナは泣き叫んでいた。その後のナズナの話は、共通の知人から聞いた。まずナズナは、ブラック企業にて散々働いた結果、心身ともにズタボロになって、なんとほぼ引きこもり状態に。会社も辞めざるを得なくなったそうだが、生活するには金がいる。なんとか外に出てバイトを始めたそうなんだが、精神が弱り果てているため当日欠勤と遅刻を繰り返してクビ。さらにバイトをしている時、生活費が足りずに金融会社で借金をしたらしく、その返済ができなくなって仕方なく闇金に駆け込む結果に。今では闇金の人の紹介で漁船に乗せられて働いてるとのこと。寝る間も与えられず、心も体もさらにボロボロに、生きた屍のような状態なんだとさ。ま、自業自得だな。さて、一方の俺は、アヤと付き合って4年目に結婚。俺はあのレストランの店長を任されることになった。小さい頃から俺にたびたび料理を教えてくれていたのはギフだったし、ギフは俺の料理の腕前をずっと認めてくれていたからな。この間、アヤと暮らしているマンションにパニコが遊びに来たのだが、それにしてもお二人が結婚しちゃうとは、こんな未来三人とも予想してなかったよね。ね、だけど私パニコと家族になれて嬉しいわ。まあ昔から家族同然だったんだけど。おい、二人ともご飯ができたぞ。うわー、美味しそうなステーキ。さすが高級料理店の料理人であり店長ね。ありがとうパニー、いただきます。いしし。成立。ああ、すっきりさよなら。
私がバカだっただけなのに、どんなに叫んでも時計は戻らん、恋愛恋結婚式お前と過ごした時間を返せ、それじゃ僕が大元気で二度と会わん、涙の雨が上がって晴れ渡った空に未来を描く、ひときくも弾いてく、新しいシャツに着替えて襟を整えて、今日で会う誰かと素敵な明日作りたい、淡い期待ライフ女の子、好きな食べ物はプリンだよ。おっと、あんなところにドキュンを発見、まったくあいつら迷惑しちゃうわ。じゃ今日もこのパニコ様がスカッと成敗しちゃいますか。いすし、嘘だろ、出来心だったんだ。